はい、こんにちは、いおりです。テニラビやっていきます。今日はバレンタインのイベントの、キャラごとのストーリーを読んでいきたいと思います。なんかキャラにチョコをあげると、なんとそのキャラから電話がかかってくるというね、非常に楽しみなイベントなんで、ちょっと期待してやっていきましょう。もう全員ね、チョコはもうあげる準備は整ってるんで、一気には無理なんで、さすがに、まあ、今回はね、日が中のストーリーを見ていきたいなと思います。じゃあまずは知念からいきますかね。はい、じゃあ第1話いきましょう。ハッピーハッピーバレンタイン。知念、予定は、あ、予定を聞くところからお話が始まるっぽいですね。ん、ワンに言ってる。いや、そうだよ、あなたと話してるんだから。ああ、てか制服いかついな。制服が黒シャツってどういうこと。やべえな、マジで。日が中、屈指のヤンキー校でしょう。ああ、その日は何もないわよ。何もないんかい。まあいいわ、じゃあチョコ渡せるということだね。じゃあや、何かいいこと起こるといいね。楽しみにしてるんど。こっちも楽しみにしてますよ。いや、知念くんにチョコをあげる日をね、もう楽しみにして、もう過ごしていきたいなと。まあ、チョコをあげるということでね、ちょっと美少女の気持ちになってね、女の子の気持ちも、まあ、分かんないけど取り入れつつ、まあ、見ていきたいなと思ってます。はい、当日チョコあげるよ。チョコをくれればワンに。そう、知念くんにチョコあげます。受け取ってください。嬉しい。え、もう終わり？え、今の嬉しいで会話終わり？いや、会話下手くそかって。あ、電話来た電話来た電話来た。マジか。え、さっきの嬉しいで終わりってなんだ？まあ、とりあえず電話出るか。はい、もしもし。おお、今ちょっといいか？うん、大丈夫大丈夫。どうしたの？さっきはチョコありがとうね。はい、いやいやいや、ちゃんと俺言ってなかったさ。うん、あー、そっか、美味しかった。まだもったいなくて食べてないやつさ。食ってないんかい。いつかは食べんといけんけどや。あー、まあまあ、もったいなくて食べれなきゃあるよね。じゃあこの電話の後食べようや。あー、食べて食べて。今日はいい夢見れそうさ。あー、そっか。いや、食べてから電話してきてくれたらまた美味しかったとか聞けたんだけど、なってもう切れてるし。もう切れてるし。いや、電話こういう感じなんだね。いや、知念のさっきの電話の前が一番面白かったな。嬉しいっつってそれだけ言って去っていったのかなっていう、捉えようによってはクソコミュ障な感じで会話終わったけど、いや、知念くんにチョコ喜んでもらえてよかったっすわ。じゃあ次は、まあ、平子爆も予定を聞くところから始まりますと。ああ、その日なって、その髪型その服装はもう完全にホストの服装ですね。風貌がもう完璧ホストだね。いや、やべえな、日が中まして。いや、やばい、本当にこんなやつが風紀委員とか絶対ダメでしょ。風紀委員の仕事やんに、今年はチョコ禁止っつってよ。え、チョコ禁止なの？ダメじゃん。知念そんなこと言ってなかったよ。あ、冗談なのね。なんだよ。てか平子はマジでヤンキーだな。この学校の風紀委員って何してんだろうな。絶対ろくなことしてねえと思うけど。まあ、いや、そんでなんだわ用事って。まあ、その時間なら部活も終わってんな。まあ見つからなかったら電話でもするさ。お、積極的ですね。なあ、行き違いとか困るやしなあ。うん、そうだね。じゃあ平子場くんにチョコをあげますか。はい、当日。おお、行ってた時間ぴったりやし。いや、フルボイスって熱いよな。いおりちゃん頑張ってチョコあげます。
受け取ってください。やっぱチョコか、ありがとうや。なんか反応薄い、やべえ反応薄いぞ。知念とは違った感じで、なんか一見反応薄いだけだけど、なんかこっちはあんまり喜びの感じが伝わってこねえけど、そっか、マジ、なんかやっぱチョコかって。クッキーの方が良かったか、カップケーキとか。あ、電話来た電話来た。いや、なんか感触あんま良くなかったよな電話出ますか。はい、もしもし、ワン、誰、ワンって名乗れ、名乗れ。もう一回言っとこうと思ってよ。ああ。さっきやっぱとか言ってしまったけどよ、ちょっと態度でかかったかやって。あそこ気にしてたんだ。デージマーさんさ、デージマーさんさ、ありがとうな。デージマーサンサーか、よかったよかった。そんだけ、じゃあな。そっか、デージマーサンサーね。ああ、いや、その言葉が聞けただけでね、もうこっちたらもう胸いっぱいですよ。デージマーサンサー、もう言われて嬉しい言葉第1位がもうデージマーサンサーですからね。いや、平子場の制服姿いかつかったね。じゃあ谷氏に行こうかな。次は着ては最後だな。じゃあ谷氏の予定聞くか。いや、もう言い方あれだけど、マジでクソビッチだよな東中テニス部全員チョコ配って回ってるもんな。しかも本命っぽい感じで。2月14日、特になんもねえしか。っていうか谷氏でけえな見た目のインパクトやべえな。普段もでけえんだけど、一人で写っててこの服装だからね、よりやばい感じがするよね。あ、マラソン大会だわ。その日はお腹痛くなる予定やっさ。お腹痛くなる予定なんだ。てか、ん？さっきの二人はマラソン大会なんて言ってなかったぞ。なんか、なんだ勘違いかよ。違うわ。だったらいつも通り学校来て部活やんど。ああ、そうですか、まあ、部活なのはもう平子場くんから聞いてるので知ってますハラスカして待っとけって。食っても食ってもすぐつくからよ、心配さんけ。チョコ もらう前提みたいな感じで嫌がるな。まああげるんだけど。分かったよ、絶対そのその時間は絶対予定空けとこうや。あ、もう受け取ってね。よりちゃん特製のバレンタインチョコなので、ぜひ受け取ってください。チョコレート。おお、さっきの平子場とは打って変わって反応が素晴らしいぞ。いい反応だ、いい食いつきだ。クリムールワンが食っていいば、感謝感謝さクリムール全部、ん、クリムール食っていいよ。うん、どんだけあげたんだろうね。みんなに同じものを同じだけ渡してる俺の中ではそのつもりでいたんだけど。いや、早速電話来ましたね。ちょ、出ますかね。もしもし、チョコレートありがとう。まず名乗れ、お前は誰だ。もらったの食べてたところさ。あ、食べてたとこなんだ。デージマーさんや。デージマーさんか、そっかそっか、デージマーさんか。こんだけマーサムン食べてると感謝が溢れてくるんだ。おお。しかも番内もらったからや、何回も言うさ。おう、ニフェデービル、ニフェデービル、モリモリ食うさ。ちょっとニフェデービルのせいでちょっとその後全然入ってこなかったその後全然聞き取れなかったな。ニフェデービルのインパクトがやばすぎて。なえで、またにデージマーサンサー来たね。いや、あれが一番嬉しい言葉ですからね。いや、タニシはあげがいのある反応でしたね。じゃあ次はカイ君に行きますか。じゃあカイ君の予定聞いちゃおっと。まあ部活なんだろうけどな。バレンタインやんに。ええ、そうだけど違う。え、違う、もうどういうことあ、なんだ、
あ、やっぱそうやし、大当たりさ。ってなんか、イオリちゃんちょっと軽い駆け引きみたいなのしてたっぽいぞ。やりおるな。その日ワンがどこにいるかなんてワンもわからんしが、え、部活なんじゃないのっていうことをカイ君に言うと、え、なんで知ってるばみたいな感じで、なんかあれだね、その他の人にもあげてんじゃねみたいなのがバレそうなので、言い出せないという運が良かったら会えるやんになんてな。いや、予定聞いてんだから合わせてよ予定聞いてんだから。え、会う気ねえなこいつ。脈なしか、脈なしのパターン来たかこれ。かい、裕次郎当日ワンのことを探したば。悪いって。そりゃ探すよ、本命チョコあげるっつってんだから。まあ、本命チョコさ、今までさっきも3人渡してきたけど。チョコレートやし、ありがとうな。おお、ニコニコ。いや、その笑顔がね素晴らしいよね。あ、そんだけ。いや、受け取ってくれてよかった。ってかとりあえずまず会えてよかったっていうところからなのかな。じゃあ応答しますか。はい、もしもし。ワンさ、だから名乗れ今さっきのチョコを見せびらかし、え、見せびらかした。おい見せてたらよ。ちょちゃんと俺言ったのか。おい、お前言われたんだけどよ。俺言ったのかとかそんなんどうでもいいんすよ。ワン言ったよね。なあ、いや、それよりも大事な、何、ちょっと待って。それよりもでかい事件が起きてんだよ今。ワンのチョコに手出したらタックルサリンだ。え、どこで電話してんだよ。ごめん、周りうるさいからまたかけるようや。チョコマジでありがとうや。見せびらかしてたやつの前で電話してんだろ。おい、ちょ、おい、見せびらかしてたよ。やべえぞこれ私が、いおりちゃんがクソビッチなのがバレちゃうじゃない。なんで見せびらかすとかしちゃうのよ、恥ずかしいでしょうが。いや、中学生一番そういうの敏感な時期でしょ。いや、もうこれもうこの後カイ君に、あ、キテ君にあげれねえわ。いや、この後キテ行きにくいよ。よりによってキテだよ。予定は？その日は古武術道場で稽古ですね。あ、部活の後ってこと？ええ。テニス部の練習ですよ。その後はそのまま帰宅ですかね。あ、そ、両方あるんだ。もう目が怖いもん。もう完全にその道の人だしさ。いや、何、バレンタインの予定なんてわざわざ聞いてきて。え、さっきカイ君にあげてたでしょうがあんた、みたいなっていう目をしてるようにもう見えちゃうもんね、うん、そこそこ遅い時間になりますが大丈夫ですか。もうその目も完全に疑いの目にしか見えないもんね、もうねもう全てを見透かされているような感じがするけど、まあでもね、そんな眼差しにもイオリちゃんは負けじとね、本命チョコをあげに行きますよ。 では楽しみにしておきますよ。お、ちょっと優しい目になったぞ一体どういった用事なんでしょうねって。もういろいろといろいろと見透かされてる気がすんな。まあいいや、しょうがない。もうあげるしかないからね。バレちまったもんはしょうがねえ。そう、カイが見せびらかしてなければよ。ああ、お待たせしました。もうすっかり夜。チョコレートですね。どうもありがとうございます。いや、受け取ってくれてありがとう。頑張って作ったよ。はい、電話来るよ。はい、もしもし。今少しいいですかね。あ、全然大丈夫です。先ほどは遅くまで待たせてしまったようで、すみません。いや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 、チョコレートありがとうございました。お、ええ、さっきも言ったんですが改めてと思いまして。いや、美味しかった美味しかった。随分気合を入れてくれたんですね。
そうなんですよ。すぐに中を見て驚きました。あ、帰ってすぐ開けてくれたんだ、嬉しい。私を驚かすとはやりますね。やるでしょう。それ相応のお返しを期待していてくださいよ。来てが言うと仕返しみてえに聞こえるぜ。あ、終わった。来てくんみたいなやつでも帰ってすぐ開けるという、これ隠れ萌えポイントみたいなとこなんでしょう。多分女子的視点からしたら、帰ってすぐチョコを中を見る来て。はい、というわけで日が中の、イベントストーリー全員分見てきましたと。いやーマジでカイ君はね、予想外だったね。何やってんだよっていう、もうあげたチョコ見せびらかすなんかもう絶対ダメでしょ。まあでも平子場にもタニシにもデージマーサンサーっていう言葉を聞けて、まあそれでよかったかな。うん、まあ意味知らねえけど。はい、またどっかの学校のねイベントストーリーを見ていきたいと思いますので、そちらも見ていただければなと思います。ではご視聴ありがとうございました。